はい、どうも皆さん、マルチゲーミングクラブホームに所属しているクロと申します。ということで、コールオブデューティーモーダンオフェアツやっていきたいと思います。まあ僕のね、動画を見ている方はお察しの通りマイクが入っていませんでした。あー、しかもですよ、しかもこの後撮りの動画も声が入っていなくてテイク2。あー、何をバカなことをしてるんだ、時間を無駄にしている、頼むぞ俺はい、ということで、今回使っていった武器は、タック56だね。アサルトライフルに分類されるものになっております。で、使っていった理由が、バトルパスかな、もしくはストアの方で、販売、もしくは獲得することができる設計図が、なんかいつの間にかタック56のものがあったので、あ、気になるなと思って、射撃場で使ってみたら、あら、これがまた不思議。めっちゃ強かった。うん、エイム速度、普通ね、アサルトライフルとかバトルライフルって、エイム速度ってこう、塗るみたいな。エイム速度にガン振りしなければ、こう、ノーマルのね、デフォルトタイプだったら塗るみたいな感じだと思うの。1秒か2秒かかるくらいのエイム速度なんだけど、今回使っていったタック56のカスタム内容だと思うのに、ピッみたいな。ピッもう、エイム速度だけで言うと、SMG 並みの、こう、速度になってるから、なかなか強かった。で、メリットはそれがあるんだけど、もう一つのメリットとしては、やっぱタック56強いのでね、そこまでリコイルも必要ないので、かなり打ち勝つ、もしくは打ちやすい、リコイルしやすいものになっている。デメリットといえば、M 速度に振ってるっていうことは、射程がね、その分短いもんで、普通だったら多分拡張バレルをね、使って長くした分、射程であったり、威力を上げるんだけど、それを削っているので、射程がちょっと短かったり、威力が弱いので、中距離だったり遠距離まで行き過ぎちゃうとなかなか打ち勝てない。向こうの武器が強かったり、パンって抜かれちゃったりすることがあるので、光線距離としては、まあ、近距離もしくは中距離以内っていうイメージで持ってもらえると、すごい使いやすい武器になっているので、ぜひぜひ皆さん、同じようなカスタムじゃなくてもね、この好みのカスタムがあると思うんですけど、僕は今回使っていった武器は、射程を短く威力も弱めにした、だけど、その分、エイム速度であったり、リコイルを制御しやすいものになっているのでね、とても使いやすい武器で、かなり強かったです。はい、ということで、最後までね、試合の方も見てくれると嬉しいです。それでは試合の方へどうぞ。敵がアルファを取りに来た。マガジン交換。味方のカウンター UAV が稼働。攻撃を受けてる。最後のマガジンだ。飛行を要請する。了解だ。 UAV オンライン全域を展開中。敵がブラボーを取りに来た。味方の巡航ミサイルがターゲットに接近。敵にブラボーを取られた。UAV は全域を見れた。敵を倒すに起動する。しっかりしろ。リロードする。フラッシュを投げ、マガジンを攻撃を受けてる。ブラボーを確保した。危なかった。マガジンを変える。反撃砲レディ。始末した。目標を2つ確保。目標チャーリーを確保する。リーコンを要請する。了解。襲撃を受けた。敵がブラボーにいる。セルテクスが来るぞ。敵は死んだ。俺が後ろをカバーする。 UAV オンライン。敵がアルファにいる。目標
のアルファを奪われた。取り戻せ。目標を2つ確保。チャーリーを取られるぞ。目標チャーリーを奪われた。取り戻せ。チャーリーを確保する。友軍ビートールが接近。敵がアルファを取りに来た。一発食らって。グレネードを投げる。目標ブラボーを確保する。おい丸け。敵は目標を2つ支配した。ブラボーを確保。リロード中だ。チャーリーを確保した。偵察飛行を要請する。了解だ。 UAV オンライン全域を展開。リロードする。敵がチャーリーを取りに来た。敵にチャーリーを取られた。目標アルファを確保する。 UAV は燃料切れだ。すぐに起動する。友軍ヘリガンナーが攻撃を行う。アルファを確保した。味方が UAV を配置した。ブラボーを取られるぞ。敵を圧倒要請した。敵が攻撃を受けてる。迫撃砲を発射する。爆薬を設置する。爆薬を確保した。味方の巡航ミサイルが接近。長く見つかる。味方のカウンター UAV が配置についた。グレネードを投げる。ターゲット効果。ミッション完了だ。よくやった。